はい、覆面 YouTuber、タカです。気になる男第42話の中編ですね、中編。先ほど前半撮ったんで、今度は中編。なんか、前半、中編、なんていうのかな、中編。ちょっとなんかおかしい、表現おかしいんですけど、まあ、ともかく第42話の中編を今からお送りいたします。久保さん、よろしくお願いします。さて、じゃあ10個のキーワードに沿って進めていくと言って、前半が終わったところで、中編？まあいいや。まあ中盤ですね。中です。中は、今度、ここの4ついきましょうかね。4番決める、5番失敗例、6番マイナスが資産、7番稼げない職業と、ちょっと前回の話題と被ってくるところがあるんですけど、まあ自分なりの見解をちょっと含めながらも少しお話しできれば少しいいのかなと思いまして、では始めていきたいと思います。決めるですね。決める。まあこれは本当に後回し、先延ばしをもうずっと、ここら辺ずっと話してるんですけども、この決断を先延ばしにしたところで、まあこの決断を先延ばししたっていう決断をしてるんですよね。だからもうやらない選択を自分で選んでいる。これはその無意識にも選んでるんですけど、結局決断してると言われればこれも決断してるんですよね。やらないっていう選択を自ら無意識に選んでるっていうところになってくるのかなと。そして久保さんが、ことわざ、これことわざっていうのかな、まあ言っていただいたのかなとか、下手の考え休むに似たりと。そして、これちょうど調べていったら、バカの考え休むに似たりというね、ことも書いてあって、結局やっぱり、いくらね、考えても、まあ、下手くそなやつがいくら考えても何もアイデア浮かばねえよねみたいないうことが書いてて、結局それバカがいくら考えても一緒だよねみたいなことを書いてあったんですけど、まあそうだよねみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ結局このやらないって選択をまあ選んでいるっていうことじゃないですか。この先延ばしにするっていうのは結果やってないわけなんで、やらないって選択をしている。まあいろいろ悩んだ結果やらないかもしれないんですけど、まあ結構このやらないっていうところを、で、これを他人から見るとですね、もう他人から見るとどうなるかというと、まあ、こんなやつに言われたくないような気がするんですけど、まさしく呆れ果てたなと。遅刻するが、君は一度精神科の医者の診察を受けた方が良さそうだというね まあこう、やらないというね、決断をしてるとね、まあ、こんなちょっと口の悪いやつ 口の悪い人に言われる可能性もあるわけですね。まあ誰も言わないから別に、まあ問題ないとは思うんですけど、だから本当にこのやらないって結構ちょっとこう言われる可能性があるわけですね。忠告される恐れがあると。じゃあ今度やるを選択選んで、もうお前うるさいと。お前す、ちょ、少々口が過ぎるぞと。少々口が過ぎるんで、お前ちょっと黙っとけと。じゃあやるわと。やるわっていう選択を選びましたと。選んだら今度ですね、またこのうまくいかない場合があるわけですよね。そしたら今度別の決断をまあ選択せざるを得ないということで、もう今度ここはクリアできると思うんですよ。下手の考え休むに似たり、バカの考え休むに似たり、両方ともこれは手を動かしてない状態なんで、そこが今度やらないから、今度やるやるやるに変わったと思うんですね。だから動きとしてはすごくいい方向に行ったと思うんです。まあ、これをもうちょっと話を進めていくと、まあ行動して結果を見ないと何もわからないよねっていうところを、で、これをその YouTube に話を合わせていくと、まあいろんな動画を分けて反応を見てみるっていうところが必要で、自分もこの YouTube 始めて、まあ半年間ぐらいですかね、半年間ぐらい全然わかんなくて、とりあえずいろんな動画むちゃむちゃ上げたんですよ。まあ、いろんな動画っていうか、まあ普通にいろんな動画上げてみたんですよね。もう箸にも棒にもかからず、本当に。なんでみんな YouTube 回ってるんだろうって、再生回数回してる人ってどんな人なんだろうって思いながら、まあ、いろいろ出しても回らない回らない回らない日々が続いて、だからその1000再生とかもう絶対無理だとは思ってて、回っても自分が1回見て、まあ、誰かが1回見るぐらいで、まあ、1回か2回ぐらいが限度だったんですよ。そのもう半年間ぐらいずっと続いたのかな、確か。もう本当わかんなくてですね。で、まあ、結局まあ、最後はね、うまくいったっちゃ話になっちゃうんですけど、やっぱ
分こう1万再生とか1000再生とかもう 100% 無理と思ってましたよね、本当やってて。いや、これまあいきなり1本ではないんですけど、そう、なかなか本当やっぱりなかなか伸びないなっていう、やっぱり現実は突きつけられたなと思っていて、まあでもね、そこで諦めてもまあしょうがないわけで、まあ、結局そのやり続けていったことが、まあ徐々にこの普通じゃない人になっていったのかなというところで、本当にこの、やっぱなかなか伸びないんですよね、本当に伸びない。まあ伸ばし方が分かんないっていうところがあって、そもそも YouTube なんてやったことなかったんで、ね、ちょっとやったら伸びるだろうと思ったんですけど、全然伸びることなく回らなかったので、まあこれは本当に大変な とんでもないところに来ちゃったなと思ってたんですけどね。本当にこうやってみて、ああ、なかなか伸びないなと思って、これも初めから分かってたなら、時間かかるなら早めにやった方が良くないっていう形になったんですよ。これはもう昔の自分に言いたくて、もし多分あの時にその YouTube で回せるとか回せないとか知ってたら多分参入できなかったような気はするんですけどね。もう全然何も知らなくて、YouTube で他の人が回ってるんで自分も回せるだろうぐらいの思いで入ったんですけど、入ったとかやってみたんですけど、まあ、本当にね、だから今は多分情報がたくさんある人だと、全く YouTube やってない人がいきなり YouTube やるってなかなかないと思うんで、まあ、初めはなんか YouTube なんかいろいろ勉強すると思うんで、だからこそそのなんだろう、まあここなんですけどね、まあリスクをしっかり知った後、まあ覚悟が大きいほど念は強く働くって書いてる。まあこれはちょっとね、まあ漫画でちょっと違うところなんですけど、まあ覚悟の証っていうところで、本当にじゃあ、凡人はいきなりは回せないっていう、まあ、制約があるとしましょうと、単純にね。でそして、それでその、じゃあそこをね、しっかり、分かった上で、しっかり続けていくっていう覚悟、これがしっかり気持ちが整っていると、やっぱりこの、まあ、念は強く働くとは違うかもしれないですけど、まあ本当に、まあ、女神がって、まあ YouTube はしっかり、ね、プログラムで動いてるもんなんで、ちゃんとやればちゃんと回るんで、ね、AI がちゃんとしっかり動いてるんでね、なんかいくら、なんだ、人間関係でいくらその、ダメな人はダメなままじゃないんで、ちゃんとプログラムなんで、うまいことやればちゃんとうまくやる、いくんでね。それを受け入れて、その当たり前じゃない未来に向かっていくっていうところは本当にいいのかなと。特にやっぱりその恵まれない上司だったり、恵まれないなんか環境だといくら頑張ってもどうしようもないっていうところがやっぱりあったりもするんですけど、YouTube ってすごく素直、まあプログラムでできてるからですね。素直で、本当に、まあ、やればしっかりと結果を出してくれるっていうありがたいところがあるので、まあここっていうのは非常に、まあやっていって価値があるんじゃないかなとは思ったりもするんですけどね。はい、そしてこの失敗例のお話ですね。続いて失敗例のお話でーすと。で、成功例より失敗例から学ぶことがいっぱいありますよっていうのも久保さんからお話があって、まあ成功例はね、ほんと千差万別なんだよって、まあ結構その成功体験だったり成功哲学だったり、やっぱそういうのは自分も追い求めてましたし、それを聞くとやっぱ気持ちよくなったりするんで、やっぱりその失敗しない方が望ましいからこそ成功哲学だったり成功セミナーだったり成功んちゃらかんちゃらとか本とか読んだりするんですけど、だから本当失敗しない方が望ましいのは間違いないけどですね、間違いないけれど、やっぱ残念ながら失敗はつきものだっていうところで、これ柳井社長かな、ユニクロの柳井社長でこの一生9敗っていうね、本を出してたんですけど、そのやっぱり、まあ、うまくいかないことがあると。でもその一生できれば全部お釣りが来るんだっていうみたいなね、お話をしてたんですけど、本当にそこかなと思ってて、一回勝てればいいとは思ってるので、まあ一回じゃダメっていう考え方もありますけど、まあだから本当に、やっぱね、これは吉永さんがずっと言ってたのかな、やっぱ初めコンサルを始めた頃に、ともかく打席に立ちましょうと、まあ、YouTube をやり始めた頃に、ともかく打席に立たんとどうしようもないと、打席に立ってバット振らんとどうしようもないだろうっていうのはずっと言ってて、わかりましたっつって、ひたすらね、この、来る日もバッターボックスに立ってたっていう、まあ、要は YouTube の動画を出してたっていうところで、まあでもしょうがないよな。この一生さえ結局当たれば勝ちとも思ってなかったんですけど、まあともかくその打席に立つ、バッターボックスに立つ、まあ要は動画をアップロードし続けるってことをしなければ、活路はないと思ってたんで、まあ言うたらこれも自分も結局その一生が、
全てを変えたわけなんですね、一発が。いっぱい動画を出した、まあ、いっぱいって言ってもそのね、自分はそんなに他の人から見たらすごいいっぱいではないですけど、自分の中ではすごくいっぱい出して、その一発がね、まあ、活路を得た。その一発から全ての活路が導かれたっていうところがあるんで、本当その一発の動画から全てが、まあ、人生が変わったと言われれば、それは嘘ではないところがあるので、本当にここっていうのはやっぱり、まあ、運が良かったなっていうところですね。本当にそういう意味で言うと。まあね、ずっとやり続けて、ずっとそれが当たんなかったら、ねえ、どうなってたか分からないので、やめてたかもしれないんで、本当にそこっていうのはやっぱり運なんですけど、その運をつかむためには、やっぱりこの一生、その一生のためにこうもがいていくというか、そこのためにこう、活路を見出すっていうのはすごく、まあ分かりやすい話だったかなと思ってて、で、そこでこのコンサルタントの良し悪しの違いっていうところを久保さんもお話ししてて、まあ自分はこの普通のコンサルタントっていう話を、あら、普通のコンサルタントかな、普通のコンサルタントっていうところをお話ししようかなと思うんですけど、まあ普通の人、まあ普通の人っていうか普通の方は多分スキルを教えてくれると思うんですよ。こうやればいいよとか、あとは成功例、こうやったらうまくいく、まあこれはその人の成功例だったり、まああと自分はこうやって失敗したよとか、まあ他の人もこういうふうに失敗したよとか、いろんなこう成功例だったり失敗例とかを伝えてくれるし、スキルも教えてくれるし、まあ良さそうに思える。まあ普通にその、初めの方って何もわかんないんで、初めの方ってうまくいくと思うんですね。で、やっぱりその成功例とか、その話とかがうまくこうやっていくと、やっぱり伸びやすいと思うんですね。すごく伸びやすい。まあ、やり方も全然わかんないっていうところから始まったりしたら、特にやっぱりこういうところって初動っていうのはすごく、やっぱり伸びやすいのかなと。ただそのある時点からやっぱりマッチしなくなるっていうところがきっとあったとして、まあそこからなんですよね。そこからやっぱりある一定のところでこう伸び悩んだり、まあ、するところがあるのかなと。それがたまたまそれが全部もうマッチし続けて、ずっとし続けて、いったらこの本当にいいところまで伸びると思うんですけど、このマッチしなくなった時っていうところはやっぱ伸び悩みが発生するかなとは思っていて、で、そこでこの優秀なコンサルタントっていうのはやっぱりその人を見るんだよっていうことを話してたかなと思ってて、久保さんの方が。まあその人、要はお客さん、コンサルタントで言うとそのお客さんですかね。そのコンサルされる側か、される側の人間関係だったり行動パターンを徹底的に追求というか見ていくよと。で、そことこでその人の人間性だったり、そこに合っている、最適解を導き出すというところですよね。だから、そう、人それぞれ成功例っていうのはやっぱり違うし、まあ、失敗例は共通はするんですけども、ある程度そのうまくいくパターンっていうのはその人の生き方に合ったところとか人間性っていうところがやはり、ここですよね、人間関係だったり行動パターンっていうのがすごく重要なんで、やっぱその人を知るっていうところがすごくわかると、まあ、その人に似た類似の成功例を見つけていくっていうところをやれば、まあ、最適解っていうのがだんだん近づいてくるのかなと思っていて、そういうところも含めてなんかここっていうのはすごくなんか深いなぁと思いますね。本当にこの優秀なコンサルタントとか、まあそれはそういう意味で言うと自分がうまくいくための考え方っていうところもあるんですけど、自分をよく知る、そして自分がよく知れないなら他の人から引き出してもらって、自分のいいところを他の人が、あ、こうすればきっとうまくいくよっていうのをパッとね、経験則から見て取れて、そこから、そこでうまく進んでいくっていうのも一つの手なんじゃないかなと思っていて、この失敗例をうまく避けるっていうのは非常に重要なのかなと思ったりもするんですけどね。はい、ところで次ですね。マイナス資産ですね。マイナス資産のお話です。まあこれもね、マイナスが資産っていうのは前回も、前々回も、そして講義でもお話ししてくれたところなんですけど、もう今回はその気持ちの部分かな、の話をちょっとしたいなと思ってて、まあマイナスがあったから、あ、今頑張れるんだっていうところを、まあこれは先日かな、ちょっと塾生さんのと対談する機会があったんですけど、まあ塾生さんがこう言っていた言葉があったんですね。まあうちのね、塾に、まあどうして入ったんですかとか、どうした、なんで今まで続かなかったのに、今回自分の塾に入った時に、まあ、YouTube 動画作り続けてることができるんですかみたいな話を聞いたときに、そのやっぱもうここでやんなかったらもう一生やらないって言ってたんですよね。本当に。どれだけ、やっぱこの一言に全てが集約されてるなっていう気がしてて、やっぱりちょっと話をいろいろこう切り込んでいくと、やっぱりその、
ここになってくるんですよね。まあ、そもそもあなたの人生は先延ばししまくった結果、今日に至っているっていうところがやっぱり、まあ、対談した塾生さんはすごく身に染みていたらしくて、だからこそそのここを、まあ、もうここでやらなかったらもう一生やらないんじゃないかと、もうここもここを逃すとまずいと、本気でまずいっていうところで今回、まあ、前回っていう方がいいのかな、まあ、自分が塾開いた時に、まあ、塾に入っていただいたっていうところなんですけど、だここですね、そう先延ばしが習慣化してしまって、もうなんかそれがもう普通になってしまうっていう、希望があるかどうかっていうよりも、もうそれが習慣化してしまってるんで、もうそれが今の自分っていうことにもありありと気づいている状態でもそこから抜け出せられないみたいなところがやっぱりあったというところなので、まあここですよね、まあ、この結果は言うなら必然、これまでの俺の人生のツケというところで、やっぱりこういう思いをずっと抱えてた、まあその表面化してないかもしれないですけど、やっぱそういう気持ちっていうのがどうしてもあったので、もうこのもうここでやんなかったら一生やらないっていう言葉が、まあ、にじみ出たんじゃないかなとは思っていて、だからこそやっぱりもう自分の人生のツケを返すためにやっぱりやらなきゃなっていうところで、このマイナスのエネルギーが今の自分を支える、マイナスのエネルギーが今の自分を支えてるっていうのはやっぱりすごくあるのかなと思ってるし、このマイナスの経験、うん、つまりマイナスの経験っていうのは勝利の条件が整っているよっていうのは、この久保さんが言ってたところにつながるのかなと。だから今までそのうまくいかなかったり、なんかこうできなかったところっていうのはやっぱりマイナスのエネルギーっていうのがずっと溜まっていて、まあ、そこはやっぱりこうどん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 膨らんでいって、ある瞬間にこう多分爆発する時が来ると思うんですよね。それは今じゃないかもしれないし、この先かもしれないし、ちょっと何年後か分かんないんですけど、本当にそのそこをその爆発できた時っていうのはやっぱりその今までのなんか自分に対してのこう自分に対しての何かがその今の自分を支えてくれる原動力になるんじゃないかなと思ってるんで、そういう意味ではその勝利の条件は整っていると、これがどこまで膨らませるかっていうと、膨らませていけるかのかなっていうところにもなるんですけどね。本当にだからこのマイナスの経験っていうのは、まあ、大切にしなさいよっていうのは講義で言ってたと思うんですけどね、本当にそこっていうのはやっぱ大事にしたいし、まあ、それがあると結構頑張れるんじゃないかなと思ったりもいたしますね。はい、そして稼げない職業ですね。7番、稼げない職業の話しましょうかね。稼げない職業、これは前回前々回でお話しして、久保さんが話をしていたところで、まあなるほどなと。今回の場合、前回はその久保さんが経営者目線で麻雀店をやって経営してたというところで、その経営者目線でお話ししてくれたのかなと思うんですけど、このサラリーマンは使い捨てられる稼げない職業ですと、まあ、これバシッと言っていただきましたと。基本的にその経営者とかなったことない人って、まあ、自分もそうなんですけど、そのサラリーマンがスタンダードなので、その上の目線の話を聞くことってなかなかないんじゃないかなと思っていて、まあ、だからそのこの使い捨てられるって感覚もあまりないし、稼げない職業であるっていうところもあまり意識したことない、まあ、なんか稼げない、頑張ってくる稼げないっていう感覚はあるけど、なんかこう使い捨てられるまでのところまで意識が及んでる人ってすごく意識高いような気がするんですけど、ね、その普通にサラリーマンやってて、俺は使い捨てられる駒としてサラリーマンしてるぜみたいな豪語できる人ってどれだけいるのかなと思ったりもするんですけど、まあ、経営者目線から言うと、まあ、久保さんの話から言うと、まあ、経営者の駒として単に従業員を雇い入れて囲っているだけですよ。だから、ね、今自分の事業を保たせるために何人か必要ですと。で、その必要な人をできるだけ他のところに行ってほしくないんで、まあ、少しね、給料を上げすぎず、だけど下げすぎず、ボーナスも上げすぎず、下げすぎず、なんかそこら辺うまいこと塩梅を、まあ、保ちながらビジネスと自分の事業をこう、まあ、うまくいかせるとか安定化させるっていうところのための、まあ、コマですよね。まあ、社員は会社のコマってね、書いてたんですけどね。コマ。まあね、サラリーマンはいくら頑張っても稼げない仕組みの檻という表現がすごくわかりやすいのかなと思ったんですよね。だからその経営者目線で言うと、どんなに頑張ったって、ね、自分の
まあ、手と足、手となり足となり働いてる、まあ、言うたら奴隷みたいな存在だから、その奴隷に対して、ね、そんな、すごく稼がせるかっていうと、そういうわけじゃないと思うので、やっぱその仕組みの問題なのかなって、やっぱどうしてもこう仕組みですよね。いくら頑張ったって、基本その奴隷がいくら頑張ったって奴隷のまま、みたいっていうところがすごくわかると、同じように真面目な人、同じような真面目な人が2人いて、1人はサラリーマンです、1人はその会社経営してる人ですって言うなら、やっぱり、なんか同じように頑張っても結果が全然違うんじゃないかなってすごく思ったりもするんですけど、ただそのサラリーマンっていうのはやっぱり安心感だったり、信用だったり、その他特典たくさんあると思うんですよね。特にサラリーマンだったらやっぱり安心、安全、みんながやっぱそうなってますから、やっぱり安心ですっていうところは絶対あるし、まあ、ここの安心は本当にもう崩れないような気がするんですけれども、この安心神話というか。だから逆に言うと、その会社員でなければやっぱり泥にまみれるリスクもありますし、将来どうなるかわからないというリスクもあるんですけど、まあ、結局その、ここで安心してる人は別にいいんですけど、でもここが嫌だっていうんであれば、このリスクを受け入れてやっていくしかないのかなと。まあ、結局、詰まるところ、その人の生き方次第で今満足しているかっていうところになってくるんじゃないかなと思っていて、自分はそのやっぱりサラリーマン、まあ、子供が大きく一段落になったところで会社員の働き方にやっぱ疑問を持った人間なので、結局会社員ってなんか会社行けばよくねみたいな感じになっちゃって、気づいちゃって、そしたらもうなんかあと10年会社にただ行くだけでいいってどうなんだろうっていうのがすごく辛くなっちゃって、っていうところでまあ満足できなくなったっていう、まあ気づいたっちゃ気づいたんでしょうね、そこで。これちょっと多分10年とか20年、ね、会社に行くだけでいいんならちょっと続けられないなと思ったところがあったんで、まあそこでちょっといろいろな気持ちの変化とかあって、まあいろいろあったっていうところがあるんですけど、本当にだから、まあだからこそ自分はこっちの道を選んで勝負したかったですね、やっぱりそういう意味で。で、勝負して、まあ、たとえね、もうこれでもし、ダメだったらダメでしょうがないじゃないですか、正直。そこで自分がダメだし、もう戻るしかないんで、そうなったらね。でもやっぱできるとこまでこう挑戦してみるっていうのは一つ人生として、まあ賭けじゃないですけど、まあある意味そのたった一度の人生なんで勝負してみるも一つの考え方かなと思うし、もう会社員も散々や15年ぐらいやったしっていうところもありましたからね、本当に自分に満足するためにこうやっているっていうとこやるっていうのは大事なのかなと思ったりもしたんですよね。はい、ということで第42話は、ここの7番稼げない職業までですね。やっぱりこれも結構時間かかっちゃいましたね。やっぱ3つに分けてよかったですね。はい、ということで残り後半ですね。残り後半はこっちで、また別の動画で撮ろうと思います。はい、ということで、第42話中編ですね。中編、気になる男ということで、引き続きもう1本後半撮っていこうと思います。よろしくお願いします。そして、よろしくお願いしますいいのかな。はい、ということでまた次の動画後半撮っていきます。はい、失礼いたします。